大老井直介は、自分の政治に対する不満を言った者を処罰、処刑する、安政の大獄を行いました。こういった強硬姿勢は反発を生み、1860年水戸藩の老子が江戸城桜田門付近で井直介を襲撃、暗殺しました。現職の大老が殺され、幕府は大きく揺らぎました。